コウジキムチーズさん、ささありがとうね。キムチーズ食べましたよ。わっ、あずきバー。え、マツコさんがあずきバーをベロベロに舐めてる。うん、ささありがとうございます。ささありがとうってか、すごいね。七夕ああやって食べるの。私もは火曜日で、そちほちゃんのソロ公演見てました。やっぱね、人がねまだ少ないから言うんですけど、ちほちゃんやっぱさすがですね。ちほちゃんはすごいね、本当に。うん、今日めっちゃ画角広い。本当ですか？そう、久しぶりの配信自体だからちょっとわかんない。お、ちょっと待って、すごいですね。七夕くま、くまちゃんありがとうございます。こうやってくまちゃんだよね。ともやさん、くま見たの？もちろんです。ちょうちゃん頑張ってますからね見るよ。まあ時間があったから見てました。ただそうそう、あ、たまんだ。すごい、くまちゃんと思いきやこんな可愛いあるんですか、カバーが。ありがとうございます、ともやさん。今日そうですね、誕生日、七夕だからすごい。そうそう、まあでもあの何、大雨でね、すごく大変な地域の方々とかにいらっしゃると思うので、心配です。そうですね、でもあの今9時半ぐらいなので10時前には終わろうかなと思ってるんですけど、うん、そうですね。広島、そうです、大丈夫です。広島大丈夫。まあまあ、でもまた降ってきたみたいですし、今夜にかけてがすごく雨が、深夜からね朝にかけてすごく、いや非常に激しい雨が降るって私もラジオで言ったので、気をつけてくださいね、本当に。ありがとうございます、心配。皆さん地域はどうなんだろうか、ちょっと書きますね。今日はでもラジオだったので、そうですね、火曜日って感じでした。七夕なんかでもやっぱり大人になったら七夕の何かをするとか、七夕何かを食べるとかってあまりないんじゃないですか。なので七夕だよねっていう感じがあまりないですけど、短冊に願い書くことないですけどね。
そうです、キムチとチーズ食べました。今ですね、トモヤさんありがとう、ありがとうございます。待ってくださいね。はい、ありがとう。このちょっと七夕のかわいい七夕バージョンのクマちゃん、少々してください。来ましたか。お、できたよ。よかったです、ありがとうございます。これあれか、織姫と彦星の彦星バージョンかな、のくまちゃんですかね。かわいい。ありがとうございます。まあみんなは何をお願いしましたかって聞くけど、願うことってもうね、みんなに早く会いたいですねっていうことなので、でもあの今日からね、今日の七夕の今日からあの公演 ST48 劇場の公演が、まあ、配信限定でのあれはあるんですけど始まって、今発表されてるあれではマイカーが19日かなで、あのマイカー公演があるので、今日はね素晴らしいチャオちゃんの公演だったんですけど、そうそう、これがマイカーの公演がどうとかどうとかってあのツイッターとか、まあみんなが言ってくれるのをね楽しみにしてます。まあ、船であるのはね、あれだか真っ赤にもあるけどね。マイカ楽しみ楽しみ、初公演までそわそわし続けてくださいカキのです。そう、カキ。でもやっぱりあの七夕感がないって言いますけど、みんながねクギフトとか七夕感出してくれるので七夕って感じしてます。佐久さん、ささありがとうございます。なんかしましたか、会社とかで会ったりするんですか、学校とかみんな七夕のなんか。私は学校行ってた時は給食にそうめんとか出てました。
そう、色ついてるやつ、そう、色ついてるそうめんとかもあったね。あ、オクラとか出とったかも。それはね、七夕に関係するっていうのを意識せず食べてましたね。七夕か、うん、三色ゼリー、そう、あのなんかカラフルなゼリーも出てました。うん、懐かしいね。なんかちょっと小豆バー食べたくなってきた。テレビで小豆バーやってた。ねえ、あずきバーありますよ。トメさん、アイス、アイスありがとうございます。あずきだ、食べたい。今日は、そう、今日もね、あのラジオイブニングストリームメール本当にたくさんありがとうございます。もう始まる前からメールがすごいの。それを見て、あ、今日はこれを話そうとか、この話になったらこれを話そうみたいなネタとかもね、見つかるし、めちゃめちゃ助かります。盛り上がるし、そうで歌とかも歌ったりしても、それにもね反応くれる。あ、キムチーズのね、なキムチと何を合わせたら美味しいかって話になって、チーズ美味しいですよね。だって実際今日キムチーズをね食べました。何時ぐらいに決める？歌う、いつも紹介する曲ですか？いつも紹介する曲はもう1週間前には決めてるんですよね、実は。だから来週の曲ももう一応決めてます。なんかがない限りはあんま変わんないかな。ラジオであのシティの曲を歌うときは直前に決めるけど、その時の気分とか声の感じとか。え、全然今日が七夕と思って結局選んでなかったです。広島の天気に詳しくなる。そうですね、天気もね。七夕の曲ピンとこない。あのね、七夕の曲でもありますよ。7月のなんとかとか結構めっちゃいい曲ある。それ聞いてる。7月のなんとかみたいなプレイリスト聞いてます。7月いっぱい聴こうって思って。結構あるんですよ。そう、送りますね、メールで。私がいつも送るんですけど、例えば今七夕を意識して選ぶなら何ですか？なんか七夕イコール夜空とか星ってイメージがまああるので、そういう系ですかね。でもね、今ねちょっとタイトル間違って言っちゃったあれなんですけど、携帯こっちで見たらいいか。あのね、いい曲あるんですよ。なんかもうバリバリの夏曲っていうのももちろんあるしいいんですけど、夏っていう、7月っていうね、あ、今日送った曲もなんか雨の日とかにもいいよねっていう曲送った。
ちょっと待ってくださいね。あ、ありました。ちょっといくつか紹介しますね。7月に聴きたい曲ね、あいめいさんの7月の翼っていう曲と、7月の夜っていう曲とか、サイダーガールの約束とかですね。こういう時って多分なんかいい曲ないとかって時ってめちゃくちゃなんか新しいことを感じたい時だなって思うので、いつも聴いてない曲聴くのおすすめです。まあ、メールにまた送るね。じゃあ、あいみょんさんもいいけど、ね、めちゃくちゃいい、聴いてみてください。逆におすすめがあったら教えてください今日は大雨大変だったほのたのラジオが癒しててよかったです、嬉しい、ありがとうございます。でこういう本当に 災害というかこう自然災害というか大雨の時とかにも、ラジオとかやっぱ情報大事なので、まあ、いつももちろん意識してるんですけど、こういう時はいつも以上に雨の情報とか天気とか意識して分かりやすく伝えることを読んでますね。あ、エメって言うんですか？アイメっていつも言ってた。エメさんなんですね。なるほど。なんか片思いとかがよく聞く。エメね。ありがとう、教えてくれて。エメさんって言うんですね。素敵な声ですよね。夜聞きたいっていうか、まあ朝も聞きたいけど。ね、あとはもうねすごくね雨で湿気が、そうですね、星も見たいけど、千尋さん、クマありがとうございます。クマですね、会いたいですね本当に。なんか七夕みんなに会えないあれに似てる。優しいキスをして、そう、優しいキス優しいキスをして好きなんですよ。なんかまたソロカラオケみたいなやつがあったら歌おうかなってもう思ってるぐらい好きです。45分だ。もうメールをね送りたいのでそろそろ終わろうかなと思います。まあ七夕っていうのもあるし、会いたいなって思うような曲をじゃあ1曲だけ歌ってランキング読んでやりたいと思います。そうですね、今日はしかもそう生誕祭だったので、千穂ちゃんの
そう、私はあともう1ヶ月を切ったんですけど、生誕祭こんな感じなのかなとかってちょっと思いながら見たりしてました。でも本当に素敵なファンの方々で、ちょうちゃん愛されてるなって思いました。で、まあ、ラジオでも言ったんですけど、5枚目のねシングルが発売されてとか、まあ、自分的にお天気お姉さんが終わったりとか、まあ、今月いっぱいでふーちゃんじゃないのんちゃんがね最終活動日迎えるとか、いろいろな気持ちもあるので、ブログにまとめると言いつつ全くうまい言葉が見つからなくて進んでないです。ブログ更新しますねいつになるのか。じゃあはい、ブログ待ってますね、一生待って、はい、それでは一個歌って終わります。皆さんのことを考えながら歌いたいと思います。またあなたのこと考えてた、窓の向こうを眺めながら、何かしてないとそういつの間にか同じ景色に迷い込むの、どうにもならないと分かっているでしょう。そんな夢たちの声にうつらうつら夢
のこと考えてたでした。イエーイ。なんか七夕ってあって浮かんだのでこの曲を歌いました。はい。ね、それではランキングを見たいと思います。はい、13位ヘンダーソンさん、12位ミオアットマークさん、11位オカポンさん、10位小屋台さん、9位ピカさん、8位フーチャさん、7位ユーボーさん、6位カープズキシ君さん、5位アキサトさん、4位カイパラミキアさん、3位ボーダー、アットマーク台湾さん、2位コージアットマークキムチーズさん、そして今日の1位はドルルルン、トモヤさんです。おめでとうございます。トモヤさんの枠の後にストライク、ね、このかわいいかわいいクマちゃんのタラバタバージョンかな。トマありがとうございます。スペシャルギフト投げてくださった方もね、全部見てミラーボールとかすごかった。川地さん、ももさん、タッキーくんだよさん、ピカさん、ターさん、ちょっと指こぼしあったらすいません。カープスキーシくんさん、昔からおじいさん、ピカさん、バイキーディディさん、森健銀河さん、あカイパラミキアさん、ボーダーさん、タケトさん、マジッポさん、マリケンギンガさん、あ、チーラさん、トマッチさん、アキサタさん、みんなありがとうございます。見てます。ユーボーさん、佐々木さん、ちょっと見てますので近いね、近い、はい、聞いてました、ありがとうございます。では終わります。メールが送りたいのでちょっとメール待っててください。バイバイ。雨気をつけてください。バイバイ、ありがとうございました。Yes, me.